アメリカのユナイテッド航空は1日、自社のパイロットに対し、来月、無給の休暇を取得するよう求めていると明らかにしました。航空機メーカーボーイングが品質問題の影響で生産を遅らせていることから、本来納入されるはずだった飛行機が届かず、パイロットが人員過剰に陥っているとしています。アメリカメディアは、無給休,休暇の取得要請は秋まで続く可能性もあると伝えています。